まあ、生きてて皆様、ありがとうって言われたい時とかあると思うんですけど、どうやったら一日で一番ありがとう言われるのかなっていうのをちょっと、ふと考えたんですけど、店に開店から行って行列の最前列を取るんですよ。最前列に行って、もう、むっちゃくちゃ並んでる人に、こう、列を譲り続けるんですよね。そしたら、俺、一日で一番ありがとうって言われるんじゃないかなと。開店から閉店まで行列を譲り続けたら、一体何人にありがとうと言われ、そして何人に順番を譲ることができるのかをですね、最前列取って検証していきたいと思います。あ、先いいっすよ。そうそう。先いいっすよ。そうそう。どうした？人待ってるんで先、人待ってるんで先で大丈夫。待って。すいません、今人待ってるんで先行って大丈夫です。すいません、人待ってるんで。もしもし、まだなんか結構列できてるけど、うん、並んどいた、うん。人待ってるんで先行って大丈夫ですよ。すいません、今人待ってるんで、すいません、先行って待っても大丈夫です。友達来てから来た方がいい。もし待つってあれば来た方が、多分時間外れた方が。そうです。
あ、おももの方がいいかもしれない。皆さん今日の動画は楽しんでいただけましたでしょうか。モード入ったテンションのハイテンションの状態でやってるのでよくわかんないことを言ってしまうんですけど、まあ挨拶のこの動きからちょっとよくわかんないんですけど、自分でもよくわかんないことをたくさん言ってきた結果、どれが正解かわかんなくなったので、夏休みどれをやるかちょっとまだ決めてないので、はい、皆さんで選んでください。すいません。よくわかんないポーズからよくわかんないこと言ってね、自分でもわかんなくなってしまったので、はい、お答えください。なんで流行っとるの？